はい、皆さんこんにちは、綿菓子です。今回はですね、パチンコ攻略ということで、自分が打っていた台をやめた後にすぐに釜を掘られてしまう時の対処法についてご紹介していきたいと思います。で、私のね、LINE アットでも、こういった質問がよくあるんですけれども、私が辞めるといつもすぐに当たられてしまうんですけれども、どうしたらいいですかとか、私が打つと当たらないのに移動すると釜を掘られてしまいますとか、移動するとすぐに当てられてしまいますので、同じ台にお金を突っ込んで負けることが多いですみたいな、まあそういったね、意見を、くださる方もいらっしゃるので、今回はですね、釜を掘られてしまった時にどうしたらいいのかということについてですね、ご紹介していきたいと思います。はい、というわけで、じゃあまず結論からですね、まあ対処法でも何でもないんですけれども、一番は特に気にしないことです。はい、よくありがちなのが、釜を掘られてね、あの時移動せず自分がその台を打っていたら連チャンしていたかもしれないみたいに思うことですよね。はい、これってだってめちゃくちゃ虚しくないですか。はい、そんなことをね考えても意味がないですし、自分がねその台を打っていたらそのまま当たっていたとは限らないわけですからね。はい、時間帯によって、電圧によって、乱数によって、顔認証によって、まあ様々なことが合致した時に大当たりが生まれるわけなんですから、まあ、考えるだけね無駄なので、他の方にね当てられたとしても、まあ、特に気にしないというのが一番重要なことです。はい、ただこれだけじゃね、対処法にはなりませんから、じゃあどのようにしたらね釜を掘られずに済むのかっていうのをね、これから説明していきたいと思います。はい、じゃあ3つあるんですけれども、まず1つ目、まあこれは当たり前なことなんですけれども、同じ台を打ち続けるということですね。はい、まあこのやり方だとね、釘が悪かったり外れ台だと、まあ、大負けしてしまうね可能性がありますから、私はね全くもっておすすめしておりません。まあ、それでもね、釜を掘られてメンタルが崩壊してしまう方とか、理性を保てなくなってしまう方っていうのはね、1台に固着した方が負ける金額も少なくなってしまうかもしれませんから、それはですね、自分との状況判断兼ね合いでお願いいたします。はい、次2つ目、低投資で台移動をするということですね。はい、自分が打っていた台がすぐに当てられて悔しいんだったら、1000円もしくは2000円で台移動を繰り返せばいいだけですよね。はい、もちろん釜を掘られる率はすごく上がってしまうんですけれども、1台にね、少しの金額しか使っていないので、当てられてもそこまでね悔しくないはずです。はい、このやり方でもね悔しがる人って、まあ、中にはいらっしゃるんですけれども、それはね間違いなくおかしいです。はい、悔しがる以前にね、自分の立ち回り方をもっともっとね見直していただけたらというふうに思います。最後3つ目、台の見極めが早すぎるということでですね、私の立ち回り方はですね、30回転前後で、この台がいい台なのか悪い台なのか、当たりたがっている台なのか当たらない台なのか見極めるみたいな立ち回りなんですけれども、これってねかなり上級者、もうプロのやり方でして、まあ、一般の方って言ったらちょっと申し訳ないんですけれども、普通の方はこのやり方はかなり難しいです。それはもちろんね、今度販売するパチンコ兄弟に全てまとめておくんですけれども、まあ最初のうちはですね、その50回転とか60回転とか、なんなら80回転見ていただいても構いませんので、台が熱い演出が続いている時はまだやめないで、そのまま追っていく方がまだいいかと思います。そのね、私の真似をして30回転40回転の真似やめるのはありなんですけれども、それでですね、次に座った方が、すぐに当てるみたいな、そういうパターンって結構、LINE アットでもあるんですね。はい、なので、最初のうちはですね、50回転60回転80回転ぐらい見ていただいて、完全にね台が静かになったなと思うまで打ってやめるというのが一番理想で、その方がね釜を掘られる確率はかなり少なくなるんじゃないかなというふうに思います。はい、という感じでね、今言った3つですね、紹介したわけなんですけれども、1つが、同じ台を打ち続けることで、2つ目が、低投資で台移動を繰り返すこと、3つ目が、台の見極めが早すぎるので、最初のうちは50回転60回転80回転見ることということですね。はい、これをしていただければですね、自分が打っていた台をやめた後にねすぐに釜を掘られる確率は減ると思いますので、ぜひね、これからのパチンコの稼働の時に意識してみてください。というわけで、今回の動画はこれくらいで終わりにしたいと思います。もしですね、私綿菓子に何か聞きたいこととか相談事とかございましたらですね、LINE アットをやっておりますので気軽にご連絡ください。で、LINE の友達追加方法なんですけれども、画面のね、左にあるこちらの QR コードをスキャンしていただくか、または LINE アプリの ID 検索にて、@wata777 と入力をしていただくか、もしくは動画下の概要欄に記載してある友達追加リンクからアクセスをしていただくか、この3つのうちのどれかとなります。
で、 LINE アプリの ID 検索をする際は先頭のアットマークを忘れずにつけるようにしてください。あとこの動画を気に入ってくれたら高評価ボタンと YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。あと Twitter、TikTok、Instagram もやってますので、ぜひぜひフォローのほどよろしくお願いします。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。